最近ね、あのハンディカムっていうのかな、ハンディカムをうちの沢が壊しちゃったわけで、壊して、しかも今週沢の運動会があるから、ちょっとビデオないと困るよなってことで、あ、ちょっと最新型の GoPro でも買おうかみたいな話になって、昨日ちょっと見てきたんですよ。じゃあ店員のお姉さんにね、まあこういう事情で GoPro が欲しいんだって話をしたら、あー、家庭用のハンディカムの代用としては GoPro は向かないですねと。なんでですかと。そしたら、Zoom の機能がね、GoPro ってほぼないんですって。だから運動会みたいに観客席から、子供のね、顔をアップで撮ろうと思っても、それはうまくいかないと。子供にめちゃくちゃ近づいて撮りに行くしかないんだよっていう話だったんで、断念しました。今日寒い。なんか久しぶりに朝ね、車じゃないかったから電車で来たんだけど、この格好ちょっと寒いね。もう長袖を着ていこうよっていう話ですから。あ、寒いけど今日は、電車通勤ってことだけあってね、ちょっと長距離の移動がありますんで、いつもと違う仕事をします。すげえ久しぶり来たな、これ。北浦和とかさ、めっちゃ久しぶりなんだけど。前の会社で営業回ってた時に北浦和ちょいちょい来てたけど、ちょっと懐かしいランチでも食べようかな。ちょうどね、いい時間なんですよ。ちょっと懐かしいやつ食べようかな。あ、やべえ、もういっぱいかな。やってるけどいっぱいか、並んでるよな。ここないわ、ここ。にゃんにゃん、超久しぶり。美味しいんだよ。じゃあ真ん中の方を座ります。懐かしい。あとは展開。そうです、はい。一回行ってみたら、やっぱりすごい人気あるから予約が取って、大行列、大行列ですよ。早めに行ってよかったよ、マジで。あ、久しぶり食べた、美味しかった。ちょっとね、麺が柔らかかったんで、やっぱね、にゃんにゃんはね、揚げ物のお店が一番うまいな、うん、けど懐かしかった、よかったよ。はい、ということでね、今日の晩ご飯、麻婆豆腐でいきたいと思います。お疲れ様です。この白のスーパードライ飲みたくてね、この僕はね、チンタオとか結構薄めの、なんていうんだ、ライトなビールがすごく好きなの。めっちゃ飲みやすい、めっちゃ飲みやすい。僕はこれだな、これ派だな、これ派、これ派だわ。ここでね、豆腐を崩さないようにしてこうよっていうルールですから。どうよこの、どうよこのトロトロ加減。もう豆腐もなるべく崩さずにやってきたよっていう話ですから。あー、美味しそう。本当は食べたいけど、私はちょっと脂質的に食べれません。どうなの？美味しい。美味しいだろ。
私はね、ちゃんと自分のやつ用意してますから。おでん買ってきたよっていう話ですからね。私はこれでいきますよ。からしをもうふんだんにつけて。大根おいしい。最高だな。最高だ、ちゃんと。さ、斉藤だ。はーい。うまい。やっぱ銭湯いいでしょ。いいよ。ここはね、ムーランド2階の大広間の外ですね。普段喫煙所で使われてんだけど、今日は喫煙される方がいないみたいで、空いてたから。涼しいしね、ここでちょっとなんか涼みながら飲んでくよっていう話ですから。外気になるみたいだね。トラはね、宿題やってます。アジフライが美味しいんだよこれ。脂質もう我慢できない。うまっ。ふわふわや。アジフライに溺れたいな。もうすぐ終わる？あ、結構酒回ってきた。うまっ。梅干しとキュウリで人をこんだけ幸せにさせるってもうすごいから。これやめてください。欲しいやつです。乾杯。この砂芋めっちゃうまい。砂芋食べる？コリッコリよ。うん、まっ。なんか子供がさ、子供が来たいって言った割に俺が一番楽しんじゃってない？うわっ。